こんにちは。今日は JR 西日本の出雲市駅に来ています。今日はこれから日本で一番乗車の難しい観光列車というのに乗っていきたいと思います。まあ人気すぎて切符が取りづらい観光列車っていうのはよくあるんですけど、なんか今回のは物理的に乗車が難しい列車らしいんですよね。物理的に乗車が難しいとはどういうことなんでしょう。非常に気になります。この出雲市駅は言わずと知れた出雲大社の最寄り駅、寝台特急のサンライズと東急ヤクモが出発する主要な駅なんですが、緑の窓口はなぜかありません。昔はあったんですけどね。これには気をつけましょう。それではホームまでやってきました。列車はすでに来てますね。これから乗っていくのは奥出雲オロチ号という観光列車です。これがその日本で一番乗りにくい観光列車なんですが、パッと見は普通の北海道にもありそうなトロッコ列車ですよね。出発も出雲市ですし、このどこが日本で一番乗りにくい観光列車なんでしょうか。それでは今回はその理由を探りつつ、観光列車奥出雲オロチ号に乗っていきたいと思います。発車までまだ時間があるんで、少し車両の方を見ていきます。まず奥出雲オロチ号は機関車牽引方式客車列車となっています。機関車は DE 等型奥出雲オロチカラーになっています。いや結構見慣れた車両なんですが、こう見るとだいぶ印象変わりますね。それでは次に客車の方を見ていきます。まずはですね、スハフ13-801。この車両面白いことに運転台がついています。まあいつ使うのかっていうと、それは後でわかると思います。それでは次に車内はこのような感じ。窓は全部吹き飛ばされてて、典型的なトロッコ仕様の車両になっています。テーブルもあってとても快適そうですね。ちなみに今回の座席はこの車両の 4B 通路側だったんですけど、さすがに4人掛けボックスの通路側ってきつくないですかね。ちょっと僕陰キャなんで、はい、隣の車両に避難することにしました。実は奥出雲オロチ号ってすごいことに1人当たり2つの座席が用意されています。次の車両はスハウ12-801。車内はこのようになっています。もう国鉄の匂いがムンムンするんですが、詳しいことは後でゆっくり見ていきましょう。今回乗っていくのはこちら2号車の 4B。 さっきのトロッコ車両の座席と同じところに座ることができます。まあ実はこの車両、どうしても雨とかの悪天候の時にはトロッコ車両だと窓もないんでびっちょびちょになるじゃないですか。でもまあこっちには窓があるんで、その時のための避難所、まあ控え車としてこの車両は用意されています。だから座席数もさっきのトロッコ車両と全く同じということになっています。まあ別に雨の時以外でも全然座ることができるんで、今回はこれに乗っていきたいと思います。それでは臨時快速奥出雲オロチ号は8時45分定刻通り出雲市駅を出発です。途中停車駅は直江、庄原、新寺、鴨中、出雲大東、木月、日の堀、下久野、出雲社、出雲みなり、亀岳、出雲横手、矢川、出雲坂根、三井の原、雪、主店、ビンゴーチャイです。ちなみに快速ということで青春18切符と指定席券で乗ることができます。もちろんトロッコ車両は風が直に当たるんでものすごいことになります。まあ楽しいっちゃ楽しいんですけど、物が飛ばないようには十分気をつけましょう。それでは早速車両の方を見ていきます。まず形式はスハフ12、いわゆる12系客車中圧です。もちろん国鉄型で、今から52年と6ヶ月前に作られた車両になります。まあ12系といえばボックスシートが定番なんですけど、今から25年ほど前までは夜行急行大船として使っていたため、座席は快適なリクライニングシートに改造されています。ちなみに言うと、この座席は昔は 4/5 系の座席だったりします。リクライニングはここをつまむことで利用することができ、思ったより深く倒れてとても快適でしたね。もちろんなんですが、国鉄型ということで窓が開けれるようになっています。もう最近では国鉄型でもどん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 窓が開けれんようになってるんで、これありがたいですよね。他にもこの車掌室の横の貫通路、ここからは機関車をまじまじと眺めることができます。いやーブルートレインみたいで懐かしいですね。乗ったことないけど。さらにくず物入れ、非常用ドアコック、とてもですね懐かしい車内になってて、これに乗るために奥出雲オロチ号に乗るのも全然ありだと思います。それでは列車は7分ほどで最初の停車駅直江に到着です。直江では10分の運転停車、ここで上下の特急スーパー松風と交換を行います。いやーこんな辺鄙な駅に3つの列車が集うってのは結構珍しい光景なんじゃないですかね。それでは10分ほど停車しまして、列車は直江駅を発車です。動画では残念ながら映せなかったんですが、客車列車特有のガタンという振動を立てて列車は動き出しました。まあ乗られたことがある方はわかるとは思うんですけど、客車列車の醍醐味ですよね。
奥出雲オロチ号は新島で各駅に停車します。まあさっきの名古屋駅では特急の待機を行うんで、まあ別に停車駅でもいいようなとは思うんですけど、この庄原駅は特に何もないのになんで停車するんですかね。庄原からも列車は山陰本線を疾走。もちろん特急ほどは出さないんですが、軽快な足取りで走っていきます。それにしてもこの風景といい、この爽快感、もう素晴らしいとしか言いようがありません。ちなみになんですが、この後ろにある運転台、これいつ使うのかっていうと、次の新寺から早速使うことになります。それでは間もなく新寺に到着です。ちなみになんですけど、この区間多くの特急が高速で通過します。だから線路の間隔もものすごくて、いや本当にもう傾きがすごいっすよね。いやまあ JR 西日本さんがちゃんと整備してるってことなんですけど、いやすごいっすね。それでは出雲市から45分で新寺に到着です。いやまあこの区間特急だと10分で行けちゃうんで、めっちゃ遅いっすよね。新寺では3番線の到着。これどういうことかっていうと、奥出雲オロチ号新寺からは木月線を通るようになります。今映っている左側に向かう草ぼうぼうの線路がそれですね。木月線というのはここから広島県の備後茶屋までを結ぶ鉄道路線です。実はここから広島まで鉄道で最短で行こうとすると、この木月線と備後茶屋からは芸備線を通るルートが最短でして、昔は広島まで向かう急行列車というのが多数走っていました。もちろん今ではそういうのは全部なくなっちゃったんですけど、乗り換え案内には今でも広島と書かれています。今の時代にこれで広島まで行くって人は絶対にないとは思うんですけど、いやーなかなかレトロで面白いですよね。新寺には11分の停車、進行方向を切り替えて9時28分に出発します。列車はここから電化高規格な山陰本線とはお別れ。言っちゃあれなんですが、これより低規格必殺徐行マシマシの木月線を通っていきます。ただし眺めはピカイチです。ところでさっき新寺を9時28分に出発って言ったじゃないですか。もうこれお察しの言い方はわかるかと思うんですけど、実はこれ東京からの寝台特急サンライズ出雲の到着よりなんと20分も出発が早いんですよね。つまりサンライズ出雲からこの奥出雲オロチ号へは接続がされてません。さらにサンライズが来てないってことは、岡山からの特急やくもの一番列車も来てないということなんで、関西はおろか山陽からもこの奥出雲オロチ号へ乗ろうと思ったら、この山陰で絶対に一泊しなきゃいけないんですよね。逆にどこからなら当日乗ることができるのかっていうと、東は鳥取、西は益田、南は新見なのだそうです。もうすごいっすよね。これがですね、日本で一番乗りにくい観光列車の理由の一つになっています。実はまだ理由はあるんですが、それは後ほど。さっきも言った通り、新寺からは進行方向が切り替わるため、客車側の運転台が使われるようになります。こうすることによって客車から直接機関車を運転することができ、気回しの必要がなくなるというわけです。まあこういった機構のトロッコ列車ってのは全国で見ることができるんで、あんまり珍しくはないですかね。木月線は見てもらっても分かる通り、線形はあまり良くはありません。そのため速度は40キロか50キロ台、出しても60いくかいかないかぐらいだったかと思います。まあ結構ノロマなんですが、僕はこっちの方が国鉄時代の客車普通列車って感じがして、僕は面白かったですね。さて列車は木月線最初の停車駅、鴨中駅に到着です。鴨中はこの辺りにしてみりゃ結構都会でして、昔は急行列車の千鳥なんかが停車していました。ちなみに新寺から木月までの区間はこの鴨中と次の出雲大東しか停車しないんで、この区間は40年前の急行千鳥と停車パターンは全く一緒となっています。今と比べるとこっちが6分ぐらい遅くなってますね。さらに10分ほど走って次は出雲大東に到着です。こっからもですね、線形がかなり悪いということで、ゆったりと走っていきます。まあ地方ならよくあることなんですけど、車より遅いってやばいですよね。さて新寺から38分で列車は木月に到着です。木月もまたこの辺りでは結構大きな町。ちなみにこの木月には木月鉄道部というのがありまして、この辺りの運行の拠点となっています。ここにはまあ車庫なんかもありまして、実はこの奥出雲オロチ号運行を終えると毎回ここで整備を受けるということになっています。これどういうことかっていうと、本当はこの奥出雲オロチ号いつもは木月駅が出発駅なんですよね。まあ本日はゴールデンウィーク中の祝日ということで、まあこういった日曜とかの祝日には奥出雲オロチ号延長運転をして出雲市からの出発ということになっています。まあもちろん木杉ってのはこんなところにあるんで、まあ当然なんですが特急からそのまま乗り換えることは絶対にできません。まあ普通は観光列車ってのは利用しやすいように新幹線か特急に乗り換えられるようになってるもんなんですが、普段は奥出雲オロチ号すごいことに特急からは一本も接続がされない。これがですね、日本一乗りにくい観光列車のまた一つの理由となっています。
さて列車は木次を出発、10分ぐらい停車しましたね。ちなみにこっから先、普通列車の運転本数はこれまで1日に12本程度あったんですけど、こっから先は日に5本しかなく、ハイレベルローカル路線の様相を呈します。さて次の停車駅は日登りです。そういや言うの忘れてたんですけど、木次から先終点のビンゴ茶屋までは各駅に停車していきます。快速なんだからさ、駅通過すりゃいいのになとは思うんですけど、まあ実は各駅に停車する理由ってのはあるんですよね。まあそれは後ほど。さて列車は下久野に到着です。ここから先しばらくすると下久野トンネルという木次線で最も長いトンネルに突入します。トンネル内はどうしても気圧の関係で風がものすごいことになります。普通の列車だとまずこんなにはならないんで、まあトロッコ列車ならではの体験なのかなと思います。とても楽しいですね。さっきも言った通り、このトンネルは木次線内で最も長いトンネルということで、全長は 2241m もあります。そのためトンネル内は気温が低く、トンネルを抜ける頃には車内の気温は3度か4度ほど下がっていたのかなと思います。まあ窓のついた2号車でそれなんで結構寒いですよね。それでは10時42分出雲社に到着です。この駅からは車内販売の方が乗られてこられ、今回はクリーム大福というのを購入しました。こういう風にですね、奥出雲オロチ号では途中のいくつかの駅で販売員の方が乗ってこられ、その地域の名物をそれぞれ販売してくださいます。ちなみに次の出雲みなりからは車内で煮た牛弁当の販売がありまして、せっかくなんで今回も食べることにしました。料金は1050円。こんなまあ立派なものも売ってるんですよね。ただまあ中には予約をしないと食べれないものも結構あって、次の亀岳のホーム上では手打ちそばだったかな、そういうの売ってるんですけど、ここは事前の予約がないと食べることはできません。まあ意外にこういうの多くて、事前にしっかりと調べて乗車するのがいいでしょう。ちなみに受け取り方は名前を言って受け取るっていう感じですね。まあ昔っぽくていいんですが、餌に群がる鯉みたいですね。はい。さて次の出雲横手でもホーム上での販売、ここは確か予約ではなかったとは思うんで、まあ意外と予約せずに乗っても植えるってことはないんじゃないのかなと思います。でもまあ予約してった方がもっと名物は楽しめると思います。ちなみに僕はこういうのは全く知りませんでした。はい。ちなみにさっきの出雲横田から先、ビンゴ茶屋方面は1日に2本しかありません。そのため線路は環境に優しく緑地化されています。いやー JR 西日本は SDGs に積極的ですね。しばらく走って次は出雲坂根駅に到着です。今日はたまたまお祭りなのかわかんないんですけど、ものすごい人ですね。駅前には屋台が出ていました。そういえばちょっとこのホームの先を見てもらいたいんですけど、なんか線路がなくなってるのがわかりますかね。しばらくするとあらら列車がバックしだしました。これどういうことなのか。実はですね、こっから先お隣の三ノ原駅はさっきの出雲坂根駅となんと167メートルもの標高差があります。しかも地図見てもらっても分かる通り、この2つの駅って 1.5 キロぐらいしか距離がないんですよね。まあこういったところを普通に登ろうとすると絶対に無理なんで、じゃあどうするのかっていうと、ここでスイッチバックを使います。スイッチバックっていうのは簡単に言うと、坂道の途中で進行方向を切り替えて距離を稼ぎながらジグザグに登っていく方法です。そして今ちょうど折り返し地点にやってきました。ここでまた進行方向を切り替えて再び上り坂を登っていくことになります。まあスイッチバックっていうのは全国で結構見れるもんなんですけど、この木次線のスイッチバックはさっきの出雲坂根駅と今の部分が2つ連続しまして、全国的にも珍しい3段スイッチバックとなっています。ちなみに三段スイッチバックはこれ以外にも九州の肥薩線ってところにもあるんですけど、今は残念ながら被災しましてしばらく運休となってますんで、乗ろうと思ったら今はこの木次線でしか乗ることはできません。ちょうど今あんまり見えないんですが、さっき言った出雲坂根駅が見えます。もうこんな登ってきたんですね。向こうには道路の奥出雲オロチループが見えます。もうしばらくするとあそこまで登るんだそうです。嘘つ、いやー橋を越えてさらに上まで行ってるんですけど、本当にすごいっすね。今見えているのは三ノ原大橋と言います。いやーまさかここまで登ってくるとは思いませんでした。感動です。さて列車は島根県最後の停車駅、三ノ原駅に到着です。こっから先広島県に突入。もうあっという間に終点ビンゴ茶屋です。ビンゴ茶屋に到着する前、右から芸備線が合流。出雲市から3時間と51分、12時36分に終点ビンゴ茶屋に到着です。ビンゴ茶屋は言わずと知れた木次線と芸備線のターミナル駅。昔は多くの列車がやってきたんですが、今は本当にわずかしかやってきません。それでは最後にこの奥出雲オロチ号が日本で一番乗りにくい観光列車である3つ目の理由なんですが、この列車次は折り返し12時57分発の木次行きとして戻っていきます。ただまあこの列車に乗り換えることができる普通列車ってのが
新見方面が6時台、三好方面が8時台、木次方面は9時台に着くやつしかありません。だから折り返しの奥出雲おるち号に乗ろうと思ったら、最短でもこのビンゴーチャーに3時間以上待たなければなりません。いやーこれはやばいですよね。ちなみに逆にさっきの列車から乗り換えられる列車は、まあ、2時間待てば各方面へ行く列車があるんで、比較的こっちが楽なのかなと思います。それでは最後にちょっと重要なこと忘れてたんですが、来年にはこの奥出雲おろち号は廃止されることが決まっています。だから結構切符取るのが難しいかもしれませんが、でもまあ美しい風景、美味しい食べ物、そして素晴らしい車両、絶対に飽きない観光列車だと思います。皆さんも興味がありましたら一度はぜひ乗ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。